メレディスはアメリカ海軍の駆逐艦。グリーブス級駆逐艦の一隻艦名はバーバリ戦争でジョントリップ大尉の命を救った海兵隊軍総ジ女ナサンメレディスにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。メレディスは1939年6月1日にマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍交渉で寄港した。1940年4月24日に エセル・ディクソン・メレディスによって、命名、浸水し、1941年3月1日に、艦長、ウィリアムカイ、メンデンホール・ジュニア少佐の指揮下収益した。キューバ海域での成長後、メレディスは1941年6月8日に、ボストンに帰還、第22二駆逐艦隊に配属された。七月六日に、ボストンを出、出港、月日まで南部海岸沿いに護衛にむ。 演習、作戦活動に従事した。9月28日から1942年1月31日まで、メレディスはアイスランドのハバルフィオルドを拠点として、アイスランドとデンマーク海峡の間の紹介を行った。1941年10月17日には、雷撃を受けたイギリスのキセンエンパイアウェーブの生存者を救助した。 日本軍による真珠湾攻撃の後もメレディスはアイスランドとデンマーク海峡の間で戦団護衛及び対戦商会に従事し1月後半にボストンに向かう戦団護衛でハバルフィオルドを出港したその後1942年2月18日にバージニア州ノーフォークに向かう戦艦ワシントンの護衛としてボストンを出港しノーフォークでホーネットを中心とする 第18任務部隊に合流した。部隊は重要な秘密任務のため3月4日にノーホークを出港し、パナマ運河を通過後3月21日にサンディエゴに到達した。4月2日にサンディエゴを出港。4月13日に第16任務部隊とともに航行し、東京に対する空襲に向かった。4月18日、陸軍の爆撃機部隊が東京に対する、 初の空襲を行うため、発艦メレディスはハワイに向けた航路を取り、4月25日に到着した。5月13日から6月21日の間に、メレディスはニューカレドニアに向かう輸送船団を護衛し、ブラリ水道を紹介、水上規模簡単ジールを護衛し、その後真珠湾に帰還した。砲術訓練及び戦術訓練の後、 メレディスは1942年8月15日にサモアに向けて真珠湾を出港し8月30日にパゴパゴに到着した9月20日ガダルカナル島に上陸した部隊増援のタメソロモン諸島に向かう第二輸送部隊を護衛するため出港続いてニューヘブリディーズ諸島での紹介を行った1942年10月12日に エスピリトサントジバを出港したメレディスは、艦長ハリー・ハバード中佐の指揮下、貨物輸送艦アルチバ貨物輸送艦ベラトリックス、交艦ジェームズタウン駆逐艦、ニコラス艦隊衛星ビレオからなる船団と共に、ガダルカナル島に向かった。それぞれは、航空燃料と500ポンド爆弾を積んだ橋家を、栄光していた。2日後、日本の空母機動部隊の接近を探知し、 メレディスとビレオを除いた艦は、エスピリットサント島に戻った。メレディスは、水上探知レーダーしか装備しておらず、航空探知レーダーは装備していなかったにもかかわらず、ハバード艦長は、航空燃料を届けるためガダルカナルへの航行を、続けることを決定した。メレディスは10月15日の朝に、日本海軍の従順洋艦とね鈴屋、熊野の山積からなる。 作敵機三機によって発見された。メレディスは、正午過ぎにその海域を離脱するため、ビレオ乗員を時間に移常させ、ビレオが日本軍の手に落ちるのを防ぐ目的で、来撃処分するために来装を行っていた。その途中に、メレディスは、空母、随格及び昇格から発艦した九十九艦爆二十一機、九十七艦高九機、護衛の霊1八機からなる三十八機の、 空母機動部隊機から攻撃を受ける。最初の3分でメレディスは、環境下に爆弾の直撃を受け、すべての通信、艦のコントロール及び火器管制を失った。2発目が、艦左限前方に直撃、魚雷が弾薬庫の元に直撃し、漏出する燃料油に着火した。メレディスは激烈な戦闘の中、艦高2機、艦爆1機を撃墜した。 しかしメレディスは14発の爆弾及び7発の巨雷の直撃を受け、船体は転覆し15分以内に沈没した。主幹7名と兵員56名のみが戦闘を生き残り、3日間会場でサメの来襲にさらされた後、駆逐艦、グレーソン・グウイン艦隊衛星セミノールによって救助された。また、直前に乗り移っていたビレオの乗員51名も戦死した。メレディスは、 第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。